この番組はロックが滅んでしまった西暦2300年から歴史を変えるためタイムスリップで現代にやってきたこの俺エディ・アイアン・バニーがガールズボーカルメンバーとこの時代に生きる全ての人にロックンロールとは何かを問う愉快痛快ロックンロールバラエティである。堀久保祥太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト。はい、皆さんこんばんは、森久保祥太郎です。さあ、そしてザ・ロックユニットアイアンバニーのひなです。琴乃です。みなみです。はい、そしてサイボーグギタリストエディ・アイアンバニーでーす。はい、はい、全てのハードロック、ヘビーメタルファンに向けたロックンロールバラエティ、うん、ロック、ロッカー、ロッケスト第2回の放送がスタートしました。よくできました。ね、ちょっと2回目ですけど1回目やってみてどうでした？すごい緊張してドキドキ。緊張ね、はい、俺までしたよ、なんか知んないけど。琴乃はどうでした？でもなんか最初はすごい緊張してたんですけど、うん、なんかいろいろ知っていくうちに、うん、こう楽しくなっていきましたね。はい、南は、はい、なんか意外と思ってたよりも緊張しなかったです。しなかった。ちょっと緊張してたんですけど、もっとなんかすごいド緊張しちゃうかなと思ったんですけど。いいね、なかなか太いよ。4月ですけど、あの春花粉症とかの人いないの？はい、あ、2人、琴乃と、みなみ、忘れないでください。忘れないでください。すいません。おじさんなんで、あの若い女の人の名前がなかなか覚えられないんですよ。飲み屋だったら覚えられないけどね。すいませんね、すいません、もう本当に。はい、あ、花粉症ね、歌を歌うのにちょっと辛いよね。そうです。あ、ね、なんか予防とかしてんの？薬飲んだり？あ、薬は飲んでますね。はい、あの南は、ひなは大丈夫なんだ。ひな、たまに怪しい日があって。怪しい日がある。なんか鼻声かなみたいな、うん、ちょっと花粉症の、うん、入り口来ておりますけどね。はい、エディはまあ大丈夫でしょうね、これ多分ね。花粉症は大丈夫ですか？花粉症なの？まさかのサイボーグなのに。あ、それはじゃあね、あのお大事になさっていただきたいかなと思っておりますけどもね。じゃあスタートしましょうか。はい、それではそろそろ始めていきましょう。はい、森久保祥太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト第2回スタート。イエーイ。この番組は PH メソッツの提供でお送りします。ギタリストエディ・アイアン・バニー、ギターインスト中、ツリーショッツスラスター好評配信中、全突破でロックンロールだ。森久保祥太郎プレゼンツアイアン・バニーズロックロッカーロッケスト。ではこちらのコーナーをお届けしましょう。ロックンロールインスティチュート。はい、こちらのコーナーなんですが、毎回世界中のハードロックの中から1枚の CD、アルバムにスポットを当てまして、その1枚にまつわる歴史背景をですね、アイアンバニーの3人が学び勉強していくことで正真正銘のロックアーティストロッケストを目指すコーナーでございます。では早速今回スポットを当てて1枚いきましょう。今回はこちら、ドクターフィールグッド、モトリクルーでございます。はい、モトリクルー、これ1989年にリリースした通算5枚目のアルバムなんですけど、モトリクルー知ってる人？はい、エディだけです。ありがとうございます。でしょうね、知らないか、ね。まあ君たちはまだこのようにね、もう影も形もない頃の作品でございますからね。あの森久保さんはもう青春のアルバムです。もう中学とか高校生ぐらいの時にもう一生懸命聴いて、バンドでもあのコピーしたっていうね、大好きな
バンド、そして大好きなアルバムでございます。はい、というわけで、このアルバムドクターフィールグッドに関する情報、全てのロックヒストリーをインプットしています。未来から来た、ギタリストサイボーグエディのデータベースから引っ張り出して紹介していただきましょう。エディよろしく。ドクターフィールグッドは LA メタルの雄モトリークルーが1989年に自身5枚目のアルバムとして発表したフルアルバムであり、初の全米ナンバーワンを獲得し、アメリカ本国だけで700万枚のセールスを記録したロック史上に残る傑作アルバムである。同年グラミー賞のノミネートも果たし、事業的にも大成功を収めた彼らだが、根は心底不良少年であり、音楽ができなきゃ完全に社会不適合者の集団である。メジャーレコード契約を果たした直後に交通事故で長期入院、飲酒運転の事故で他のバンドのドラマーが死亡、違法薬物の過剰摂取で心肺停止など、2019年の日本芸能界にいたら2秒で追放されるようなコンプライアンスに囲まれた現在の小綺麗なロックミュージシャンとは正反対のセックス、ドラッグ、ロックンロールを突き進んでしまう愉快な4人組である。愉快な、それゆえに後世や他ミュージシャンへの影響も強く、このアルバムで聴けるブリブリに歪んだベースとパンパンに膨らんだドラムというものは、後のロックバンドで参考にしている事例は多く、ドラムセットが360度回転しながら演奏を行うというアホみたいなパフォーマンスなど、現在の日本のドラマーも思わずパクってしまうほどの影響力を誇っている。そう、不良はかっこいいのである。アムロよりシャア、白鵬より朝青龍、銀座より歌舞伎町、サラダよりチャーシュー麺、大衆はいつも毒を求め、自分の代わりにそれを体現してくれるヒールを待望するものである。世界広しといえども、ベースギターに火炎放射器をつけてステージ上で火を撒き散らして演奏するぶっ飛んだベーシストはモトリーのニッキーシックス以外に存在しない。ちなみにドクターフィールグッドとは麻薬密売人の意味。はい、というわけで以上が ID によりますドクターフィールグッドの解説でございましたけれども、不良バンドですね。ちょっとみんな手元に資料があると思います。これはね、これこういう4人組なんですね。写真見てどう思いますか、皆さん。どう思う？いや、すごいですね。うん、すごいです。すごいよね。肌出すぎだよね。うん、そうですね。うん、なんか気になるとこある？え、どうする、この人たちが突然目の前に現れたの、みんな目の前に、ハローっつって。ちょっと怖いです。怖い。ああ、ことなどうですか？この右側の方の鼻筋がすごい綺麗、うんうん、トミー・リーさんですね。すドラムのトミー・リーさんでございます。鼻筋が気になる。綺麗なと思って。綺麗ですね。そうでございますよ。ひなは道ですれ違ったら、うん、絶対なんか隠れたくなるというか、そう、横にそれちゃうね、横に滑っちゃう、はい、それちゃ う, ちゃう。とにかく見た目もね、派手で化粧もしておりまして、ね、じゃら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 秒がついてたりね、ギターなんかもうこれ血みどろになっておりますけれども、うん、こういう写真があったり、まあまあもうこんな感じの、まあ、いわゆるこう不良なんですよね。まあ、ちょっと気になったのが、エディの情報で社会不適合者っていうね、かなりかなりなんかこう突っ込んだところまで行っております。まあ、でも未来じゃそういう風になっちゃってるのね。2300年じゃね、なっておりますけれども、はい、まあ、とにかく派手な3人組、あ、4人組なんですけれども、一個ね、ドラムセットの話がありました。ドラムセットがぐるぐる回る。ドラムセットわかるでしょ、みんな。はい、あれはトミー・リーさんね、その鼻筋がピッとしてるトミー・リーさん、ドラム叩きながら、そのドラムがぐるぐる回るの。もうドラムセットごと、こう、なんていうのかな、前、でんぐり返しする感じ。ドラムセットごと。落ちないんですか？落ちないんです。どう叩くんですか？え？どう叩くんですか？いや、もうそれをそのままこう、もうひっくり返る。自分も回って。自分も回ってるんですよ。ドラムだけが回ってるんじゃないよ。それなんか新しいゲームみたいになってる。ちいちゃん、もうドラムセット座ったままシートベルトで固定されて、もうドラムライザーごとぐるんぐるんでんぐり返しみたいに。すごい。見たことない、そういうの。ない。でも結構のちにね、日本のアーティストとか、まあ、海外のアーティストでもそういうやっぱり影響を受けてやってる人がいるんですよ。へー、うん、まあ、ちょっとアホみたいっていうのは言い過ぎだと思いますけどね。だいぶ偏ってると思いますけど、その情報はね。まあでもそういうド派手なパフォーマンス。まあ、とにかくね、不良なんです。不良。もう見た目から分かる通り、いろいろな事件も起こすんです。ね。なんか質問ありますか、ちょっとこの元利君について。
気になったこと。なんだろう。でも不良でそんだけこうぐちゃ、うん、ぐちゃぐちゃっていう言い方したらちょっとあれですけど、うんうん、してでもかっこいいって思われるぐらい魅力があったんですよね、うん、そうなんです。そうだからもう当時中高生だった森久保さんはもう憧れてしまって、将来ああなりたいと思っちゃうんですよ。やっぱりあでっかいでっかいバイク乗って水着みたいなお姉ちゃんをいっぱいはべらすっていう、へ、うん、それがロックだっつって、そうでっかいバイクまでは買えたんですけど、お姉ちゃんははべらせませんでしたね、そこはちょっとできなかったんですけど、それではもうそういうものだからもうバイクとかそういう、あとまだお酒ね、お酒をかっこよく飲むようなね、なんかそういう破天荒な感じがかっこよかった。なんかあるひなとか、なんか気になること。偉大なミュージシャンの方って、うん、なんか不良みたいな人が多いんですか、うん、まあロックは多いねやっぱね、うん、ロックは多いで、いろいろとトラブルもつきもんね、さっきもいろいろありましたけど、はい、うんうんうん、ま、納得しました引き際早い、ね、引き際物分かりいいね、多いのかな、ね、ちょっとじゃあちなみに南が思 う, こう不良って今どういう感じが不良って、不良でも周りにいる不良、不良はいないですね。ないの。え、なんかでも不良って言ったらなんか髪染めて、髪染める、うん、なんかもうとにかくルールを破るみたいな、ルール破る、うん、そういう感じですかね。あ、見た目は髪染めてる、髪染めて、うん、なんか着崩してみたいな、うん、本当はい、タバコ吸ってみたいな、うん、2つ当てはまっちゃったいや、あのあれですよ、同世代ぐらいでっとっていう、はい、40過ぎたらいい、あ、はい、大丈夫です子供の思う不良って、でもなんか私が中学生の時とかの、うん、その3年生の先輩とかは、うん、やっぱミニスカで、うん、ここも開けてみたいな、ミニスカ世代、あす、うん、でも終盤らへんなんですけど、うん、なんでもカバにそんなこんな不良はいなかった、これね、ああまだ可愛いもんですね、可愛いもんですね、スカート短くてね、はい、ひなの周りの不良は、なんかコンビニで、うん、なんかタムロ、うん、して、うん、なんかお菓子食べたりアメリカンドッグ食べたり、アメリカンドッグ可愛いちょっと怖いなっていう、お菓子食べてアメリカンドッグイメージ怖いよ ね, ねえ、ちょっとあの正直にも何ならカットするから、この中で不良はいないの、私実は不良ですって正直に、ひな、やっぱりひなアメリカンドッグ食ってんだろうコンビニの前で、それはないそれはないか、じゃあんまり縁遠いんだな、やっぱ不良の世界はね、それがやっぱかっこよかったんです、うん、だけどこのドクターフィールグッド5枚目のアルバム、それまでにいろんなね、その事故があったりなんだりあったわけ、具合悪くなっちゃったりとかあったけど、ちょっとこのアルバムから、ね、作風が変わって、なんかこう前向きなポジティブなねことを歌うようになったりね、なんかそういうきっかけになったアルバムでもあるんですよこの1枚ね、うんうん、あとはすごいよ、あのベースギターに火炎放射器、どこについてたんですか、何を燃やしたかったんだろうねそういう演出もドラムは回るし火は吹くし、そういうのが派手な、うん、ありましたね、はい、さあというわけで、最後にですね、アイアンバニーが、正真正銘のロックアーティストロッケストを目指すためにですね、ドクターフィールグッドのヒストリーから学ぶべきことを、おさらいしたいと思います。ではエリーお願いします。こちらです、ドン、結局不良はかっこいい、はい、というわけです。まあいろんな事件事故起こしてますけど、こういう現在でもこうね、もうみんなが大好きなこうロックを、プレイし続けてるモトリックル、やっぱね、まあこのそこまでやると不良もかっこいいんじゃないか、うん、だからきっとモトリックルの4人がコンビニの前でアメリカンドッグ食べてたらすげえかっこいいんだよねすっげえかっこいいと思う、うん、はい、結局不良はかっこいいということで、いかがだったでございましょうか、本日はモトリクルーのドクターフィールグッドをご紹介しました。ギタリストヘビーアイアンバディギターインストチューンナンバー8、
好評配信中。全突破でロックンロールだ。森久保祥太郎プレゼンツ、アイアンバニーズロックロッカーロッケスト。続いてはこちらのコーナーをお届け、 ABC of ロックンロール。お、ひなが好きのね。はい、頼むぜ。はい、お、こちらのコーナーではロックンロールとは何なのかをアイアンバニーの私たちが学んでいくために、リスナーの皆さんから、あなたの日常の中のロックを募集、そしてその内容がどれくらいロックかを300年後の世界から来たサイボーグロックギタリストのエディが A、B、C で判定をしてもらいます。はい、私も判定していただくわけでございますが、ちなみにあのエディ、A 判定の時はどんな音ですか？はい、B は、そしてあんまりロックじゃないなっていう C は、はい、これが飛び出すんでしょうか。早速いきたいと思います。今週もね、ちょっとまだリスナーさんのが、まだ今溜めてる状態なんで、はい、あのスタッフからの、例題をご紹介したいと思います。あなたの中の日常のロック、こちら。犬、キジ、サルをきびだんご一つであそこまで働かせる桃太郎はロック。確かに。ああ、なるほどね。犬、キジ、サルをきびだんごだけで働かせる桃太郎、桃太郎ロックだなって思う人いる？桃太郎、これどう？桃太郎、南どう？桃太郎自体にロック、うん、桃太郎自体にロックは感じない。感じない。もっと感じない。あ、でもなんか、うん、鬼退治に行こうとしてる男の人ですよね。うん、そうよ。なんなら桃から生まれてっからね。まず。そうですよね。まずね。ロックですね。うん、ロックだね。結構。生い立ちがロックだよね。確かに。どう、みなみは。確かに、なんか桃から生まれて、うん、そこから鬼退治に行くっていうのが、うん、結構考えてみればロックですね。ね、はい、あんま発想ないよね。せっかくね、桃から生まれたのにね。なんで鬼退治行くんだろうみたいな、どうですか、ひなは。きびだんご、きびだんごだけで、きびだんご1個ですよ。1個で働ける、きびだんご。今日のギャラきびだんご1個だったらどうする？やめちゃうよね、この番組ね。こんだけ頑張ってきびだんごだけみたいな、どう？それでも、それでもなんかついてっちゃうんですよ。でもきびだんごだけでも、退治しに行くっていう、なんか心の強さが、ロックかな。それどっちかというと犬とキジとサルの側だよね。そっち側だよね。桃太郎より犬、キジ、サルの方がロックじゃないかっていう意見だね。はい、なるほど。ではエディに判定していきましょう。犬、キジ、サルをきびだんご一つであそこまで働かせる桃太郎はロック。判定は、お、 A 判定。非常にロック。でもこれどっちかっていうとやっぱね、ひなが言った通り犬、キジ、サルがロックだよね。なんかもうここハート一つでみたいな、それが大事だよ、やっぱロックはね。はい、心がハート大事だから。うん、桃太郎、そうね、バンバスみたいなもんだ、桃太郎。多分ね。言うたらね、ありがとうございました。じゃあどんどんいきましょう、こんな感じで。はい、続いての ABC オブロックンロール、こちら。指で数字を数えるときに左手の中指から数え始める人、え？はロック。うん、指で数字を数えるときに左手の中指から数え始める人、どういうこと？左指のこっちに行くんですかね。こっち、左手の中指から1、2、3、4、開く？開く、やっちゃダメですよ。これダメです。反対ってことですね。ダメです。開いてくるのね、ダメです、やっちゃう。ギリギリ日本 OK だ、ダメです。世界で誰が見てるか分かりませんから、ね。なるほど、これは意味わかる？あ、分かっちゃいました。分かっちゃった、分かっちゃったことの分かっちゃった。みなみはあんま分かってない。 なんとなくなんとなくね。そういう年頃だよね。15歳ぐらいっていっぱいある、なんとなく、あ、これやばいことなんだろうなってね。でも何がやばいか分かんないんでね。はい、うん、いいぞ。それでいいぞ。そうか、
これはもうすぐ判定いきましょう。ではエディエディ分かってるねこれね状況ね。いくよ、指で数字を数えるときに左手の中指から開いて数え始める人はロックである。 ABC お願いします。これやっぱダメなんだね、うん、やっぱね放送できるものにした方がいいよね、うん、それはそうだわね。やっぱせっかくのねロックもこうメディアに乗らないとね、これはそうだ、はい、じゃ続いていきましょう。続いて ABC オブロックンロール、こちら。おもらしをした弟をかばうために自分もおもらしをするお兄ちゃん、かっこ二十歳。何これ。あ、弟をかばうために自分も漏らす、自分も漏らすの二十歳で、んコメントしようがないですね。どうしますかこれ。どうですかこれはロック。難しいな、うん、弟をかばうんだよ。かばう、うん、でもかばえてるのかよくわかりませんけど、自分がお漏らししてることで優しさのためにしたことなら、うん、ロック。優しさのためにしたことがロック。あ、なるほど。多分南はなんかかばうのはもっと他の方法あるはずなのに、うん、わざわざ自分もっていうのは、うん、行動がロック、行動ロック、そこだけな、まあ、はい、子供いかがでしょう。なんかお兄ちゃんの本当の優しさだったらそれはなんか違うんじゃない。違うちょっとなんか二十歳だしね、ちょっと俺も漏らしちゃったっつってなんとかなると思ってるところはちょっとね、何言ってんだっていう、どうなんでしょうかってところですけどね。わかりました。じゃあエディ判定していただきましょう。お漏らしをした弟をかばうために自分もお漏らしをするお兄ちゃんはロックでしょうか。お願いします。まあまあロック、まあまあ、うん、これのお兄ちゃん漏らし損ですね。これでロック評価もらったらね、あれですけど、まあまあロックってことで、漏らし損ということでございました。さあというわけで今回はこの辺でございましょうかね。はい、はい、じゃあひな締めてください。はい、本日は以上で終了です。はい、ということでこちらのコーナーでは引き続きあなたの日常の中のロックをお待ちしています。はい、以上 ABC オブロックンロールでした。イエーイ。森久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト。ここで番組からのお知らせです。絶賛開催中でしたアイアンバニーギターコンテスト2019の結果発表が4月10日発売のヤングギター紙面およびヤングギターオフィシャルホームページで公開中です。なお来週からヤングギター紙面と当番組ロックロッカーロッケストの連動コーナーもスタートいたしますので合わせてチェックしてみてください。以上番組からのお知らせでした。お送りしてまいりました森久保翔太郎プレゼンツアイアンバニーズロックロッカーロッケスト第2回、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。はい、ありがとうございます。番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。はい、 ABC オブロックンロールのコーナーではあなたが感じた日常の中のロックを募集中です。はい、メールの宛先は rrr@joqr.net rrr@joqr.net です。はい、またこの番組は文化放送 FM AM 放送のほか文化放送超 A&G プラスにて毎週日曜日13時から動画付き放送、そして日曜日の13時30分からは YouTube チャンネルにて動画配信を行っています。はい、そして Twitter の方のですね、推奨ハッシュタグっていうのがありまして、こちらはハッシュタグ RRR をつけてぜひ番組の感想などつぶやいていただきたいかなと思っております。はい、ということで、ロックロッカーロッケスト第2回放送をお届けしてきましたが、はい、したがしましたね。はい、何ですか。とても緊張したけど、楽しかったです。感想を述べたわけですね。ありがとうございます。いや、でもね、あの回しを第2回目にして、はい、緊張しました。ね、はい、でもいいじゃない、あのインフォメーションもきちっとできたし、かまずに行けましたけどね。だからこれじゅんぐりじゅんぐりいくからね、はい、あの回しのコーナーはやりますから、はい、ちょっともう僕が手を抜くことにさせていただきました。
そう、あとあれだよ、あのリスナーの皆さんにもね、身近なロックなね、うん、ことを募集するんだけど、3人もちょっと普段の生活の中でちょっとこれロックだったんですけどみたいなのぜひもうちょっとしてね、はい、AD に判定してもらいますので、はい、それもね、見つけて、ロックキャストになっていただきたいかと思っております、はい、ね、どうでした琴ノ音。いやー、なんかモトリークルーかっこいい、かっこいいね、アルバムぜひ聴いてください。めっちゃ感じた、聴きたいと思います、ね、はい、みなみは、はい、なんかもう前回からすごい情報量が多すぎて、うん、くっためてるもんね、今ね、ちょっと頭に入ってこないんですけどもう抜け殻だよね、今ね、確かにそうだ、結構疲れちゃってね、え、頭使うんで、15歳には情報量多すぎるよ、やっぱ、ね、でもこれからちょっとずつそう、ね、はい、学んでいこうと思います。3人がロッケストになるわけですから、はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでエディもありがとうございました。お別れの時間でございます。ここまでのお相手は森久保翔太郎とアイアンバニーのひなと琴乃と南とサイボーグギタリストエディアイアンバニーでございました。というわけで皆さん、来週も全突破でロックンロールだい。この番組は PH メソッツの提供でお送りしました。